幸せとは星が降る夜と眩しさが繰り返すようなものじゃない、大切な人に降りかかった雨に傘をさせる
吉郎修司と言います。よろしくお願いします。最後こうなんで、僕とユーシンこれで最後なんですけど、なんだろうな、まあなんだろう、いつも、まあ、いじられてばっかりのてか、その4年生には特に、まあ、いじってもらったなという記憶があるんですけれども、まあ、特にね、ここにいる、ね、和也さんがね一番ねいじってとか、まあ多分、まあ、僕たち数学科なんですけど、まあ、その数学科を結構陰でまとめ上げてくれた人で、なんだろうな、なんか言葉が思いつかないな。いや、なんか結構数学科でバンドやること多かったんですけど、なんか特にというかこのスタジオすごい楽しくて、なんか何回だっけ、2回ライブ2回でしたっけ、これ2回目なんですけど、なんかもう何回も言ったぐらいのなんか気持ちで臨めているから、すごい嬉しいなっていうのもあって、でもなんかこのバンドも引き継ぎですよね。私は白バイたちがやってたやつをなんか、まあ、最初俺らっていうか俺でいいのかなとか思ってたんですけど、なんか結果的に良かったのかなと。なんかすいません、なんか締まりあんまり良くない話で。ありがとうございました。すみません。はい。ユーシュ言う？なんかあんま喋らないでいい？感謝しかないらしいですよ。ユーシュ喋る？喋って。そうですね。結構バンド組めなかった人も結構いるんですけど、まあ組めた人とはやっぱり。楽しかったですし、もっとご自分から今度誘えばよかったなって今すごい後悔してます、はい、なんで飲み会でもっとお話しできればいいなと思ってます。ありがとうございました。すいませんでした。あったな、前日かな、前日ですね、とかに分かって、で、そう、1回しかスタジオ入ってなくて、めっちゃでかいスタジオ、そう、めっちゃでかいスタジオ入ったな、20畳ぐらいのな。2回分のスタジオ料金で1回しか入れなくて、いやそうですね、まあそれも含めていろいろ迷惑かけました。まあ続きはまああれだね、今押してるみたいだから、そうそう、また飲み会なりでしたいと思うんですけど、じゃあまた確認しましょう。じゃあちょこっとだけ、幸せというものは時に素直に時に嘘に働くもので、この人のことが嫌いだけど仕方なくとか、
関わらなきゃいけないからとか、とりあえずとか、そんな気持ちで、人間関係って複雑だから関わったことは多分みんなあると思う。でも今ここに立って、ここに立ってっていうか、そっち側にいても楽しかったなってちょっとでも思えるんだったら、それは全く意味のなかったことではないし、僕も今はまさにそれを実感している次第でございます。じゃあ次の曲に行こうと思います。幸せ。
ありがとうございました。牛尾数字でした。Man!